Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah. I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. Yeah. Oh yeah, the beast back. Adrenaline.我想一开始的话是一点也不会的，然后就是慢慢和老师学，然后还有教练一起学，然后觉得在学习的过程中有很多成长和改变吧，然后让我觉得知道一个事情就是不能轻易放弃，然后觉得让我觉得羽毛球是非常好的。首先一开始的地点是比离家比较近，然后还有很多的地方有很多就是俱乐部举行活动的地方嘛，然后还有一些前辈就是会一些教我一些就是在错误的地方中就是从反复练习然后进行改进，然后还有各种事情也就让我就是参加很多活动也比较开心，就是我觉得这个俱乐部很好的地方。荒井といいます。出身は日本の東京になります。今年の1月から開始しました。中国人の友達が池袋の物産展で張り紙を見つけてそれで知りました。はい。バドミントンはやっぱり自分の思った通りのショットが打てたりとかそれで勝てたりするととても気持ちいいです。ね、いろんなレベルの人も参加してますし、もちろん強い人も参加してますし、あとはやっぱり中国の人だけじゃなくてフィリピン、インドネシア、ベトナムいろんな方のとこがいらっしゃるんで、なのでいろんな国の人と交流できて楽しいです、ね。はい、気さくなチームというかクラブなのでぜひ皆さんいらしてください。